暮らす物語が続く暮らし。これも山鳥のキウイ。山で取ったんや。これも山で取ったクワイチュウのジャム。ジャム手作りよ。三好市で農家民宿を営む今本豊さんと千草さん、2人がこだわるのは何でも手作りだよ。何でも手作り。手間を惜しんじゃいけんよね。これがね、タケノコの焼酎漬け。トボトボトボっと長とか、うん、ゼンマイとかこうやって塩漬けしとると結構長持ちするので、これがコウタケの塩漬け。ええ、流しそうめんで使う竹も自分たちで山から切り出して毎年一から作っています。まあ大変じゃあるが、大変じゃ思ってやりよったんじゃできんけ。楽しんでやれなきゃいいよな。まあ僕らはやっぱ自然やら牛らと、まあ、共存共栄だけね。自然の中で自然にあるものを使うて、まあ金を出しゃ今の時代何でも買えるけね。ここ行ったら金を出しても買えもんばっかりなの。金がほんまね、金を使おう思うてもコンビニがあるわけやなし。それと生きる力の方が、ね、大切な思うよ。こういう体験してもらえやいいんじゃないかなと思ったりするよね。あんま自然丸ごとじゃけんね。次回は自然を味わう物語。